ヘッド掃除とクリーニングも一遍やっておきましょう。調整といってもテストテープがあるわけじゃなく、我が家のテストテープ、標準テープですね。ですから我が家でやってる分にはですね、全部のカセットデッキは統一されてますけども、他のところへ持っていくとどうかは分かりません。まずスピードですね、テープスピード 440Hz。436、ちょっと遅いですね。離します。ワーフラット測っておきましょう。ウェイテッド、ジスのウェイテッド 0.1 スケールです。 0.05 くらいかな、0.45 から0.05くらいですね。普通ですね。アジマスも調整しておきましょうと思ったけど、アジマス合ってますね。もう触らないでおきます。この周波数特性ですね、これも我が家規格ですね。こんなんですね、400と 8K ですけども、 8K が売ってますよね。これが L で、これが R、 同じように売ってますね。でも 8K 安定してますね。ちょっと周波数特性取ってみましょう。スイープ取ってみましょう。あ、スイープが始まります。まだかな、まだかな。お、始まりました。途中カットですね。はい、だんだん出てきましたね。やっぱりちょっと広域が L も R もあれですよね、折ってますよね。もうここでストーンと落ちますね。まあノーマルですからね、こんなもんかもね。ちょっと調整してみましょう。これが再生のイコライザーですね。これでアンプして、これが NF で、ここで、自定数出るわけですけども、これとこれで定域自定数、これとこれで広域自定数、広域自定数はこれとこれで作ってますんで、最大にした時ですね、計算してみましょう。 0.027 と 3.39 と 1kHz ですから 4.3kHz ですね。 0.027 かける 4.3 はそうなんですよね。一番大きな自定数にしても120マイクロならない、116マイクロにしかならないという。あとでこれを付け加えてメタルの時は70マイクロにの回路を付け加えるという形ですから、これで120マイクロにしてないとおかしいんですよ、ね。じゃあこれ 3.9kHz にしてみましょう。 3.9kHz の手持ちがなかったんで、抜いた 3.3kHz に680オームを直列に入れました。約 4kHz ですね。対抗値変えて調整してみましたけど、あまり変わってないようですけど、多少改善されたようにも見えますね。次は再生レベル調整しましょう。これですね、アウトプットレベル MTT150 ドルビーのリファレンスレベルですね。これで R11R21 でドルビープレイバックテストポイントで 580mV にしましょう。はい、これやってみます。テストポイントはこことここですね。これも適当な我が家のテストテープ、ドルビーリファレンスレベルですね。 400Hz で 200nW/m。 ドルビーテープ再生オン、これで 580mm 大体合ってますね。テストこれですね、これで 580mm、 ここですか。こんなもんですね。はい、続いて L チャンネル。今は L チャンネルでしたね。今度は R チャンネルですね。 R チャンネル、まあ低いですね。よいしょ、これで580。
こんなもんですね。でそのドルビーレベルの時にメーターを全部ゼロ変わってますね。メーター調整いらんですね。 OK、 出力ですね。 RCA の出力の確認だけ。ドルビーレベルでアウトプットがマイナス 3.5 プラマイ1デシベルとなってます。確認しましょう。まず L チャンネルですね。再生ここですからマイナス 3.5 ちょうどですね。 R チャンネルマイナス 3.5 ちょうどですね。バッチリ。録音の方のドルビーの基準レベル IC のとこですね。ここも 580mV ですね。ここ 580mV の入力になるときにデイビーメーターピークメーターが0になるように合わせましょう。こういう録音の時便利なカラーテープですね。ポーズで録音、これで録音状態になってますね。これで500ちょっと多いかな、580にしましょう。入力をコンマ1で下げましょうね。これでよっ、反対だ。おい、この時 L 側がおバッチリゼロですね。合ってますね。 R も一緒にしましょう。 R も580の時にちょうどゼロになってますね。バッチリ。次はバイアストラップですね。バイアストラップはここですね。 L と R それぞれここがミニマムになるようにしましょう。周波数の数が 98K とかなってますね。ここの読みを採点します。ディップ点にします。こういうコアはこういうドライバー、非磁性帯のドライバーがいいですね。ドライバーで回していきましょう。あ、反対やね。まだまだディップいきますか。ここやね、バルガーですね。あ、ほとんどディップ来てますね、バルガーは。ここからはちょっとね、マニュアルと違うんですけど、マニュアルの方は、クロームとかメタルを中心に、それでノーマルは成り行きみたいなんですけど、私は、ノーマルしか使わないんで、ノーマル中心にノーマルを合わせて、ノーマルを中心に合わせてみます。我が家のノーマルの基準はマクセルの UR ですね。これ今でも手に入るんで、ただちょっと旧型ですけどね。これでバイアスイクライザーはノーマルにして、まず録音感度を調整します。モニターを0で合わせて、それを再生した出力が0になるように調整します。まあ後でまたバイアス触るとまた変わってきますけどね。だから今はちょっとラフ調整ですね。それでは0にして、これでよいしょ。これモニターですね。テープにしてみましょう。お、上がりますね。2デシベル高いですね。これは0になるように合わします。 L 行きましょうか。 L チャンネルのレックレベル、これですね。こんなもんですね。 R チャンネル、 R チャンネルは合わします。入力を20で下げましょうか。20を下げて、これをまああれしましょうか。8800Hz、これは10、20、マイナス3.5合ってますね。これで、録音しましょう。録音してテープにしましょう。これで800と 8K で合わしましょう。今800、8K ちょっと上がってますね。ライト側、ライト側も上がってますね。バイアス深くしましょう。
これが同じレベルになるようにバイアスを調整します。はい、だいたい調整できました。これ今 L 側ね、これが 800 8K、 だいたい合ってますよね。 800 8K、 これが R の 800、 これが 8K 800 8K。 これでもう一遍レベル調整をします。はい、400Hz のソースですね。0ほとんど変わらないですね。レベルも調整する必要ないから、ちょっと R がちょっとだけ動きますね。修正しておきましょう。これで6歳の F 太く取ってみましょうか。それでは6歳の F 太く取ってみます。録音しながらの同時モニターですけどね、大体一緒でしょう。録音、プレイ、信号スタート、はい、ちょっと早くにしましょう。はい、スイープ始まりました。ビデオでは途中カットですね。これからちょっとカットです。はい、撮り終わりました。ちょっと L と R はちょっとこうしてみましょうか。よいしょ、広域違いますよね。これは多分録音のイクライザーとバイアスがうまく合ってないんですけども、録音のバイアス、録音のイクライザー触るのは大変ですので、もうやめときます。あまり録音はしないんでね。まあまあのデータじゃないでしょうか。それじゃあ音楽録音を再生してみましょうか。ですね、このイジェクトが、マッハイジェクトが多少なら良くなりましたね。ちょっと粘性のオイルが回ってきたのか、多少ですけど良くなりました。それでは音楽録音再生してみます。私のレベルはこんなもんですね。この道